はい、こんにちは。2020年1月27日です。で、本日は、ですね、船大工町のお話です。こちら和歌山市駅からですね、まっすぐ行きますと、交差点があります。でこちら歩道橋があって、正面から、和歌山市駅から正面なんで非常に、便利なところです。で、ですね、そして、和歌山城に向かう途中にもあります。でかつては交番があったようですが、現在は交番がないですが、非常に目立つ交差点となっております。消防署も近くにあります。で非常に目立つところです。でこの辺も、あとこの近くにですね、米麹を使った、ビールの醸造所、ブリュワーが、マイクロブリュワーと言ったりしておるようですが、あります。で非常に、盛り上がってきているところの一つでもあります。で、当然、和歌山市駅から直線ですので、和歌山市駅がにあのキーのオープンキーの和歌山がオープンしましたので、この流れもあり、非常にこれからにぎわいのあるところになってくるのではないかというところです。で、あとはビジネスインでしたっけ、こちらも外壁塗装が終わって非常にきれいになってます。でこういったところ、船大工町はそうですけど、あとは元馬喰町、こちらも、非常に、有力候補、これからのにぎわいの有力候補といったところかと思います。まだまだ、コロナが収束していないので、インバウンドの回復はまだまだ見込めませんが、今後いずれ回復するであろう、復活するであろうインバウンド、あとは、県外から来られる方が、県外の方にとっては JR 和歌山と南海和歌山市駅の違いってほとんど分かりませんので、和歌山市駅にこれから来るということも、ありえますというのも、和歌山、そのキーの和歌山がオープンしましたし、今後先、南海線が新大阪の方までつながりますので、和歌山市駅のポテンシャルは非常に高いです。でこうしたところで、元馬喰町、船大工町、杉の馬場、あとは東蔵前町などで、物件お探しの方、テナント募集物件探しの方、あるいは逆に今度持っている方で、貸したい、運用したい方など、ございましたらお気軽にご連絡ください。物件の内見もすぐにできるように、手配できますので、よろしくお願いいたします。ということで、これからの和歌山市駅はもちろん和歌山市、和歌山県を盛り上げていければと思います。移住者もどんどん呼び込みたいですし、コロナが収束した暁には海外のお客さんもどんどん呼んで盛り上げていきましょう。よろしくお願いいたします。失礼します。